はいどうも、モンストガチャです。どうもどうも、今回、超純真祭そうですね。こちら今回はええのやっぱ引きたい。いや引くっすよ。何狙いは何やった。何を狙うかはまず大事だと思う。狙いは何をこちらええのって言っても、まあいろいろおるけどな。狙いはまあ正直、まあ被ってダメ。いや全然いいんだよ、こいつは被ってまで別にまだ、まあ、こいつが一番目玉やからな、今回の。まずこいつ被っても全然ありやで、ほんまに。だって神顔も持ってへんし、結局それ何とあってもこれ強いから。だってかなり強いですからね。これが逆に腰なんて入れたらもう草のとこ全部これ持ってたってある程度 OK やからな。まあそういうことになるな、金ところは。で卑弥呼、まあ卑弥呼狙いですね。他誰か、あルシファー、まあ、ルシファーとか、まあ、腰なんルシファー入れたらほんまどうでもいいわ。義経とかな、限定、弁慶とか限定キャラをちょっと、いや持ってへんキャラで。あとはドゥカティ、ドゥカティっていうのも結構強いのおるけどな。あドゥカティ最強なんて。これ知らないデュカティ。わかんないですけど、デュカティは。でも僕ちょっと持ってなすぎるんでね。創世のジュラキ・デュカティって俺やんて。もう明らかに名前強そうやん。創世のジュラキ・デュカティ。デュカティ？デュカティって俺やんて、ほんまレアキャラみたいな。コシもおるやん。デュカティ狙いで行こうかな。デュカティ狙う？絶対出てこんぞ、デュカティがほんまに。多分出てこへん。デュカティの出る率なんかってほんま低いからな。まあ俺、まあ、最近見てないもんな。ぶっちゃけ卑弥呼より出へんで、デュカティは。あ、マジ？スーパー。いやマジであれで出ない。俺もめっちゃ引いたけど全く見てへんからな、ほんま最近見てへんな。あれ引こうもんだっけ、狙っていこうもん。逆にもうやっぽだよほんま。ドゥカティはドゥカティ、ドゥカティ狙い、ドゥカティ狙い、やばいな、入る、やばいな、ほんまドゥカティ狙い。こっちへ行こうか。よし、ドゥカティ狙い。あ、もうそっち行ってば。あ、10連10連で10連あ、どうぞよ。とりあえずシングルで、シングルでドゥカティ狙い。何回行く。そんなのやばいぞ、ドゥカティ狙ってやばいぞほんまに。まあ何回か、まあとりあえずまず5回ぐらい、5回、3回ぐらい。やばいな、ドゥカティ狙いで早め。早っ。待って、もう引っ張ったら行くんよな、これ。そう、それ若干外れそうからいい、来い。あー、もうこれはシルフやろ。違う、これはまあできないな、これは。違うか、ドゥカティじゃないっすね。おしゃんが好きそうな女の子やな。え、ドゥカティはお前恐竜やから。そう、前さんのなんか言った後、なんかこう、こっち向くんなんなんやろな。あれなんかちょっと遠く見る感じ。ああよし、はい、早い、お前早いよ。絶対俺出えへんわしは。ほんな何も気合も入ってへんの、こんなん出るわけないよ、もうほら。うわー、またか。いやもうちゃんとやらない、ほんまに。見ますよね、なんか、こいつお前出るな。ちゃんとやろ、ほんま。こっちの中でも出やすいんで。気合一回単発やからって気合を一発一回一回一回込めな。オッケー、やっぱり出えへんと思うよ俺。よし、ね、思いつかんかったっす。思いつかんかった、思いつかんかった。こっちはやらない、ちゃんと。ちょっと粘って考えな、出えへんわ、これ。どうせほら、なあ、変気流か、弱くない。なんか俺出るやつ。まあ言っても3回戦いてんかな、まだ。気がやっぱあるんですね、ちょっと。やっぱ1回1回ちゃんと自分納得いく言葉でやっぱやらない、それはな。うん、まあ出るときでもほんま出るからね。出るときはな、うん、よしお願いします。え、やばいやもう、やばいな、なんかもうなんでかな、こう行くんやな、来い。あー、この辺渋いもんな、渋いな。こっしゃなんか星4の中でも同じやつしか出てないような気がします、やばいな。俺もそう思うわ、ほんまに。ちゃんと、まあ、とりあえずあと1回ほう、よし。あー、確定もないぞ。まあこれ超人だとほんま出やすいで、ほんまに出やすいこと、確かにな、出やすい、ほんま出やすい。丹波で引いたわけやもん、まずあれを。まあ俺も頑張ってひどいかな、実際問題、ほんま出るで、ほんまこれは出ることは確かに超重要。出る出る、ほんまに。よし、行っちゃいましょう。出てください、お願いします。逆に全部金やから出にくいように見えるわ、なんかもう。いやでも星5は出るはず。うわあ、この辺はもう全部見たな。まだこしちゃん好きなやつ。好きなやつやな、こしちゃんの。自分の好きなやつだけ聞いとんじゃん、こしちゃんも。あ、そういうパターン、そういうパターン。前さん自分のタイプを俺に押し付けんといてな。いや押し付けてんやん、ほんまやん。めぐみって言うとんやん、こしちゃん。あ、10連好きなやつが。え、その時点でほんまやん。ジョークの10連いった、ジョークじゃん、こしちゃんやったら。こしジョーク10連いった、10連いくっすわ。遅いぞ、遅い、これ。え、うわぁ、サブサブ、ちょっと、いや、わからんね、まだこれ、わからん。まあ、ちゃんとそのまあ、なんもない時は出るからな、完璧だから。でも、ほんまに引く時にちゃんとやっぱやった方が俺は出る可能性高いと思うけどな。よし、今の5回を見とったらそれは出へんやなっていう感じしか やってへんから。やるやつ当てん、やっぱりそのモンストもそれを察知しようからさ。じゃあ引いてか。よし、なんかよしいね、こしたよし5回目ぐらいやもん。
溜めるなぁ。あれ、引っ張れてないな、これ。おっし。うん、よし。なんか、よし、よし、やばい。よし、行くぞ、みたいな。これは、絶対に出てください。僕、今まで出てないんですよ、ずっと。あ、もう肩にかける感じで行くんや。1ヶ月、もっとかな。ずっと出てないから。じゃあ、対話するぞ。その手法。会話？うん。かやびきけ。どうしようかなってずっと考えてて。腰会話。もう、このまま俺、あの3体で行くかなとかって思ってて。なんで、本当お願いします！フェイントかけたよ。かっこいい。フェイントかけすぎやろ。怖いな、これ。出る思うで。おー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 おあー、これは違うわ。なんなん、最近系こいつがさ。最近やと思うよ、これ。見たもんね、こんなん。やばい、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 やばい。マジか。でもまあ一応、ストライク。キーだよ、ただもうここに乗ったらいいじゃん。乗ったやん、かっこいい。ストライクやとまだまあ、強くなるんですけど。まあでもこいつダメージオールやったよな。ダメージオールじゃない、これ。ワンウェイのダメージじゃない、これ確か。あ、ちゃうやん。あれちゃうわ。あれ、まあ、ダメージだ。え、ダメージちゃう。あ、ゲージか。持ってないですね。え、持ってないまた持ってない。え、じゃあこいつ 10匹いるもんな、こいつ。魔王。うわぁ。魔王キラーやったかな。どっち系やったんか。おっしゃん、これは、今多分、昔とこのゼウスみたいなやつやな。まあ、そうやな。なんかゼウスポジションみたいなのが今なっとうわ、ほんまに。ちょっとやっぱルシアとあれやん。ヒミゴが出てて、もう完全取られてもだよ。まあ、しかも、ポジション。他にもやっぱロミオとかなんやかんええのおるしな、いっぱい。ジュリエットとか。今回も。今回上司ストライク。まだこしちゃん、これ、あれやな、奥入り？奥入りやな。ストライクは。もう多分使わへんやな、俺多分。そういうこともないやろ。こういうの多いよな、俺。なんか。一応、火でけど。こしちゃん、ダメージオール方が手に入れないやろ。ほんまに、おらへんやろ。ダメージオール。ダメージオール。おらへんの、ほんまに。ダメージオール手に入れない。でも、多分、そういうけど、弱いらしい。でも、灘とかゲットしたら、まあ、それは強いけど、まあ、それは、じゃあ、俺は持っとうかな、それも。やっぱ限定、ガチャ限定、ガチャ限定みたいな。クリックスか。いざなぎ、いっときます？でも。イザナギか。あ、イザナギおるもんな、確かに。ゲージめっちゃ速いっすね。これやろ。ただゲージめっちゃ速いからね、これ。まあでもできればガチャゲンで行ってほしいけどな、ほんまなんか。ダメージオール持ちのガチャゲン。ダメを。ルシファーか。なっちゃいますね、そう。ヒミコか。まあでもあれじゃない、その、まだ名人も引いてへんわけだから、こうしたらとりあえず今回引いて、次名人のやつを見て、まあ見てから決めてええんじゃん。もう一回、やるか。そうですね。とりあえず今回はこれで終わって、まあ一応行った引いた。名人も空振るかもわからへんし、どっちかわからへんから、それはもう。あ、こっちはこそ育てんの、こいつ。どれ？こいつはもういいし。えん。あ、ほんま、こいつ育て、え、めっちゃ強いで、守護神ビッグバン。確かに名前かっこやもんな。守護神ビッグバンでもう、やばいよな。これ育てんの。意味がわからん、守護神ビッグバンで。まあ、今んところ。え、これ2つ打ってやるよ、何したっけ、こしゃん。え、何打つんだ、こしゃん、お前。何打つんだ、俺。いや、振ってないよ、俺、何もしてないし。お前さん、した、した。最初から振ってやっただけで出ました、これ。じゃあ、終わろうか。終わろう。終わりましょう。まあ、今回、ストライク当たったんですけど、まあ、次、また、このガチャ。名人超重心さん。ま、これ、なかなか今から超重心さんって、一番当たるしな。名人の後に、ちょっと考えて。まだ引くときは、動画撮ってな。そうですね。はい。やるんで、次回また見ていただけたらと思います。それじゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。